その私は、特定のあたかも真実だと思われるような仮想現実で、その仮想現実で区別されたものしか理解できないような考え方、あたかも現実と信じて現実を理解していないから、それから解放されないと私の真の喜びはないから、それから私は早く解放されなければいけないみたいなところが。で、私がそういうふうにおかしくなったっていうのもなかなか説明できたわけじゃないし、それを医者っていうのを治せるわけでもないし、だから、私が病気、糖質扱いされて、そういう違いない糖質扱いされて、で、結局、治せないものとして医者も、対処しかできないみたいな、薬みたいで、ってなんだ。で、私が思った通り、医療っていうのはそういう基準でできていないから、全く何もできないね、みたいな状況になってて。それで私は全く、そういう仕組みでできているのに、何も動機づけも意欲もできるわけではないから、そういった私ができることってなくて、で、結局、無気力なままだから、何かをやりたいっていう、何かの大学に行って何かを学びたいっていう風になって、スペシャリティが生まれるわけではないし、しかも活力でもないから、自分自身で働いて、自分自身を守ってっていうのもできないし、同時に私は自分を生きるために奴隷だって思ってるし、だから、私は、だから私は、ホームレスになって、それに野垂れ死ぬしかないんじゃないかみたいな、そういう結論に至り、で、そういう私が障害者年金をもらうっていうのは、それは、ま、あの合っていることなんで、そう考えると、そう考えるとっていうか、別にそうなってるから、だから、ただのクズとかっていうのは違う、ただのクズとか、っていうのは全然違って。現実の認識が全くないから、そして現実を認識して、それに適した精神とか喜びとか、それを動かす感情のエナジーもないから、だから無気力が生まれて、それで生きることが難しいからもらってるみたいな感じで、で、それは明らかに私を不能にしているもので、それが明らかに障害であって、で、逆にそれだからこそそれを除けることはできるみたいな、人間の脳が解明されるみたいなことがあれば、私は治るのだであって、明らかにそこに問題があるっていうことなんだよね。だから、私の脳、違う、私のその精神が仮想現実みたいなところに生きてて、それが治るっていうことがあるまでは、完璧に私は誰かに生かされた存在じゃなきゃ、生かされた存在でないといけないっていうところがあるんだよ。で、それと精神分析っていうのを関係しているのかなと思って、私は留学からわざわざ帰ってきて精神分析を受けたね。受けたっていうか探していたね。だけど結局誰も怒ってくれず、です。何、私の親みたいなそういうこと全く理解できないし。だから私は一人で、一人でその現状を理解して何とかやろうとしてたわけだ。